サムとエニーそれではこの例文について一緒に勉強しようねまず一つ目の例文彼はどんな魚でも料理できます He can cook any fish, cook any fish. 彼女はどんな食べ物でも食べられます She can eat any food, She can eat any food. それでは説明していくね。どんな〜何々でも〜何々だっていう場合は、肯定文でもエニーを使うよ。今まで習ったのは、エニーは否定文や疑問文に使うだったよね。でも、どんな〜何々でも〜何々だっていう場合は、肯定文でエニーを使うよ。 それでは他の例文を見てみようね。あなたはどんなスポーツでもできますかはい、できます。Can you play any sport?Yes, I can.Can can you play any sport?Yes, I can. まず、この CAN。これは CAN プラス動詞の原型で〜何々できますっていう意味になるよ。あなたはできますか どんなスポーツでもこのエニーはどんなスポーツでもどんな〜何々でもっていう場合に使われているから肯定文でもエニーを使うんだってよねそしてできるときは Yes, I can can で聞いてるから can で答えていこうね次の例文彼女はどんな歌でも歌うことができます She can sing any song, She can sing any song. ここにもキャンが出てきてきいるよね。キャンプラス動詞の原型で「何々ができる」「ここでは歌うことができます」っていう表現になってるよそしてここに肯定文で「エニー」がある場合は「どんな何々でも」っていう意味だったから「どんな歌でも」っていう意味になってるよ文全体で「彼女はどんな歌でも歌うことができます」っていう意味になってるよそれでは 今日のおさらいをしておこうねどんな何々でも何々だっていう場合は肯定文でもエニーを使うんだよ